それでは詩と朗読を綴って豊かに生きる開演です。照明お願いします。君はどうやってそれを守るだろう。託してしまってからその大切さに気づいて、悔やんだり悲しんだりしても遅すぎるよ。もしかしたら一番この世で大切なものは、無駄なまみに短すぎて君を止めていないかも。4という字、4はみんな嫌う、4は
死につながるからと。でも僕は違う。辛抱、試練、幸せと思っている。僕は4年4組4番です。うんこ。学校から走って帰ってうんこをしました。パンツを脱いだらいきなりニュッと出てきました。長いなぁと見ていたら便所の先までありました。大声でお母さんを呼んだらひゃっと言ってびっくりしていました。僕がしたうんこでこれが一番大きかった。お父さんのチンチンよりすごく長いです。僕は夜まで流さなかった。お姉ちゃんもびっくりして物差しで測ってくれたら30センチもありました。お母さんはたまにきれいと聞く。そう聞かれたら僕はお母さんが怒ると怖いからきれいと言う。本当は普通。私の体の気配。私の体にはいっぱい気配があります。足や手や口や目や鼻や指がすごい活躍してくれます。口はパッパしゃべってくれます。足はいろいろなところに歩いてくれます。手はいろいろな人と手をつないでくれます。目はテレビを見せてくれます。鼻はケーキなどの匂いを嗅ぎます。体さん、どうもありがとう。当たり前のことが、食べられること、眠れること、学校へ行けること、友達と遊べること、家族で話せること、大人が仕事をすること、健康で安心なこと、それは当たり前だった。それが幸せに変わった。平成7年1月17日、阪神大震災が私に残したこと。瓦礫、大
震災のニュースで瓦礫という言葉を知った。瓦礫はあっても何の役にも立たないものの例えと辞書に載っていた。でもあれは瓦礫じゃない。絶対に違う。あの町にあるのは一人一人の大切な壊れてしまった宝物なんだ。床屋で。次はどなたですか？床屋さんが聞いた。僕の番と僕が言った。僕は先だよと弟が言った。先に来たんだから僕が先だと僕が言った。弟は黙ってしまった。急いで僕は椅子に座った。得意になった僕の顔が鏡に映った。その向こうに弟が映っていた。大きな顔をうつむけて細い足を振っていた。僕はかわいそうになった。床屋さんが黙ってハサミを持った。弟に代わってやる僕が言った。今になって遅いよ。床屋さんがポツンと言った。チョキンチョキン、ハサミが鳴り出した。みんな黙っていた。弟は黙っていた。チョキンチョキン、ハサミが鳴るたびに僕の体の中がシュンシュンと悲しくなっていった。宿題。今日の宿題はつらかった。今までで一番つらい宿題だった。一行書いては涙があふれた。一行書いては涙が流れた。宿題はお母さんの詩です。先生はそう言ってから涼子さん私を呼ばれた。辛い宿題だと思うけど頑張って書いてきてね。お母さんの思い出としっかり向き合ってみて。お母さんと一行書いたらお母さんの笑った顔が浮かんだ。お母さんともう一つ書いたらピンクのブラウスのお母さんが見えた。お母さんと言ってみたら涼子ちゃんとお母さんの声がした。お母さんともう一度言ってみたけどもう何も聞こえなかった。頑張って頑張って書いたけれどお母さんの詩はできなかった。一行書いては涙が溢れた。一行読んでは涙が流れた。今日の宿題はつらかった。今までで一番つらい宿題だった。でもお母さんといっぱい書いてお母さんに会えた。お母さんといっぱい読んで
していた間、私にもお母さんがいた。僕は泣かない。9月20日、お母さんが仏様の国へ帰っていった。僕はお父さんと弟の健太と別れて、じいちゃんとばあちゃんと暮らす。寂しくて涙が出ることがあるけど、僕は泣かない。ばあちゃんは時々仏様の前で泣くけれど、僕は泣かない。僕には友達もいっぱいいるし、サッカーもある。弟の健太も頑張るから、僕は泣かない。泣くと仏様のお母さんが心配するから、僕は泣かない。公平、健太、頑張れと優しかったお母さんの声が聞こえてくる。だから僕は泣かないんだ。